家がタケノコ農家でね、まあ仕事も会社勤めもしてたんやけど、まあ両親も亡くなり、まあ家を継ぐような感じになっとるんやけどね。タケノコ掘りは結構楽しいんでね、うん、まああの3月、まあ、4月入ってぐらいからちょっとあの体は偉くなるんやけど、まあそれまではそんなにも量生えないんで、うん、まあ趣味っちゅうと言うとあれやけど、うん、仕事としてほないね苦痛にはなってないんですよ、うん、タケノコ掘るのはあんまり掘らしてくれんかったけど、まあ手伝いぐらいは小学校ぐらいからしてました。うん、まあ春だったらね、まあどこの家でも入ると思うんやけど、まあ今はだいたい12月ぐらいからあの掘ってます。それでタケノコ自体もそんなに大きくないんで、まあ量も入りませんし、まあ単価も高いし、うん、まあ早掘りしたら楽ですね、うん、まあ料亭とかそういうとこで使ってるんちゃうかな、うん、大体県外、県外ですね、はい、こうタケノコに傷をつけない、それでまあ回数足を運ぶことですね、うん、ほたらもう地面にこう先が出たらね商品価値が落ちるんですよ。その出る前にあの掘り取りをするようなことを心がけたら、うん、まあタケノコはほっといたらいくらでも成長しますんでね、地面出てからではちょっと遅いんです。うん、どこですか？これモグラかもわからんけど、地面がこう動いてるんですよ普通のデコボコなっとうけど、タケノコが出てくるところは地面がこう動いて、まあ極端に言うたらもっこりなってるというかね、今やったらもっこりなっといたって分からんけど地面がこう動いてるんですよね。この付け根のとこを切るんや、ここに合わせて叩くんですか？そうそうそう、うん、フォークがあってね、はい、こっちからでは掘れないよ、こっちからでないと、うん、こういう具合に打ち込むわけ。タケノコに傷をつけないように、タケノコを生やす努力が
ちょっと大変ですね。うん、まあ手入れしなくてそのままの状態ではなかなか早いうちにはタケノコは生えてきませんね。うん、古い竹を切ったりね、肥料をしたり、うん、そういう感じですね。うん、まあその管理がなかなかね大変で、掘るよりもその手入れが大変です。タケノコを生やす力っていうのはね、まあ7年ぐらいまでですね。うん、それからだいぶこう生える力は少なくなってきて、うん、そうしたらそういう竹ばっかしあったら竹林も暗くなるし、うん、あのやっぱり日が当たらないとね、タケノコも出てきません。うん、それで古い竹を切って新しい竹を親を置いてこう循環さすようなことで竹切らない飽きませんね。うん、やっぱりこう高齢化していってなかなか掘るのは掘れてもね、その管理竹切ったり、うん、こうその切った竹を処分したりするのはなかなかできるもんじゃないですね。うん、これやっぱり管理してるタケノコはね、柔らかくてあの大変おいしいです。まあこう放ってある竹林のタケノコとはこう値打ちが違いますね、味が違いますね。うん、まあ大事に柔らかいですね。まあ、2キロ4キロまではね、あの気温が低いんで、あの鮮度を保つためにあの翌日の出荷する前にこう元をきれいに整えて箱詰めするんやけど、もう4月入って気温が高くなってきたら、あの夜元切りをして、その時点でもう冷やしてあのするんですよ。うん、翌日元をしたんではちょっと鮮度が落ちるんでね。うん、掘った時点すぐの前言うたら、掘ってすぐ元切りして氷入れて冷やす感じで、うん、ちゃんと蓋もして、うん、ほったらまあ、うん、持ってきた。あ、持ってきた。2台け。1台。
is my excavation to days come. 炊けてるというか、うん、他の人にはできない技術があると思いますよ。まあ、タケノコ掘りでも素人の人では、まあ、探すのも難しいし掘るのも難しいです。